アナドル通信社はトルコの国営通信社であり、トルコ国内最大の通信社であり、アナドルとはアナトリアのトルコ語名である。アナドル通信社はトルコ革命中の1920年に設立された。2014年1月現在トルコ語、英語、ボスニア語、アラビア語、ロシア語、クルド語の6つの言語で記事配信を行っており、27カ国に28の 事務所を有する。アナドル通信社は2010年より、アジア太平洋通信社機構の持ち回り制代表を務めている。また、アナドル通信社は、欧州通信社連合、地中海通信社連合、トゥルクショゴ通信社連合、バルカン、南東ヨーロッパ通信社協会の創立メンバーでも、ある。アナドル通信社の前身となる通信社はトルコ。 革命中の1920年4月6日に、ムスタファケマルアタチュルクにより設立された。アナドル通信社は1925年3月1日に設立された。2013年6月、ザマンとその島医師であるトゥデイズザマンは、不公平な取引が行われているとして、アナドル通信社との配信契約を取り消した。ありがとうございます。